岐阜の異端児滝です。おお、やった、ジュロー引けた引けたジュローです。今回はジミンさん占い1、芸能1、二丁拳銃1、人狼1、爆弾表1、ジュロー1の部屋で、ジュローは釣られた日の夜に、村側の能力を使えなくできます。やったーやったー、いいやつ。30秒前。よし、潜伏しますね。潜伏するね。あー、もう全然エンジョイでいこう、エンジョイでいこう。10秒前。あはは、あ、いいね、新役職めっちゃ弾けるの。ペネロペ、さあさあさあ、頑張ろう頑張ろう。お腹すいた、夕飯時やもん。カミラシロ、あ、マジ、え、 A1、 あー遅っ。なるほど、オッケーオッケー。いや、まあ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 、遅延もあるし、ラグもあるし。あ、あえて遅く出たジュローとかはない。狼の可能性も微、多少は。ちょっと待って、メモるね。エマ最強？どこがだよ。エマ新目ない方の占い師に白出しされて、占い師に白出しされて最強？最強1とは。サンドラだけマニアに対して一切ギン。一応片付けはある。待て、喋らない人やな。あー、トーマスやな。お、みんな借りして入れるかどうかは、カミラに任せるよ。決め落としまで持量が出る必要はなさそうだ。視点広く見えてる。あ、ありがとう。視点広く見えてる。ちなみに、さっきの部屋は、仮指定なしだった。仮指定なしで。やった。同じ配役。サンドラだけより。トーマス、フレディのどっちかする。よしよしよし、いいですね。まあ、後々、色が分かりづらい人を、色が、発言少なくて、色が見えづらい人を残して、とくと、後々辛いから、重く釣りでいいと思う。重く釣りでいいと思うけどね。みんなあんま喋らんなっていうか、普通にみんなあんま喋らん。
何も喋らんよね。まあまあまあ、まったり行こうや。まったりできていいね。うん。トーマスとサンドラ組みます。マリアの名前は出してなくても、マリアについて一面で見てる日の発言だし、アーニーのは捏造くさい。このゲームに捏造とかある？このゲーム、ログ残るから捏造も何もないけどな。捏造も何もなくね。うるさい。うるさい。うるさいわ、草。うるさい。カミラの釣りたいこと、うん、カミラの釣りたいとこ釣ればいいと思うよ。釣ればいいと思うよ。明日以降盤面動くしね。盤面かなり動く。最強位置はエマの発言ですが、何言ってんだ。トーマス釣ればいいんじゃない？うん。トーマス釣るか。まだ延長するの？延長するならもっと喋ろうぜ。SP フレディはよく喋るから120出るから OK。 でも今んとこアーニー釣り位置じゃないからな。アーニー釣り位置じゃないから大丈夫ですよ。無理して喋る必要ない。お、フレディ。でも自分の、主観でもいいから、考えを喋るの大事だと思うけど。喋るの大事だと思うけどね。なんかアーニーって俺、やばい！アーニーが黒く見られちゃうよ。あんまつっかん方がいいよ。あのね、俺の経験上、フレディは怖い人が多いから、あんまり構わん方がいい。トーマスね。トーマス、ハーク。カミングアウト。なんで今 C をした？いいね、とりあえず。うん。とりあえずトーマス。オッケー。アーニーは、全員をいろんなとこ殴って、ヘイトを分散させる。ヘイト買ってるね。買いたいのかい。一分前。回避ないから転がすって何？アーニー？やば、なんでアーニーが急に。なんで回避ないイコール転がしになるの。ああ、占い位置。ああ、占い位置。あ、イケメン、ありがとう。俺がこの部屋で一番の。10秒前。トーマス貫通する。よしよし、いいよ。トーマス。よし。もうイケメン同意。いやもう下手したらここで爆弾ちゃんとできたら、ここで PP。RPP 行く。ここで爆弾うまいことできたら RPP。
得るものがないと思いますって。フレディ村、うん、イケメン釣りはダメ。イケメン釣りは NG。30秒前。よろしくお願いします。うまんなトーマス。村だけど、村だけど、まあ、難しい。バイオの子誰かむ、誰かも、ちょっと待ってね。霊能噛んでみる。30秒前。霊能噛んでみる。霊能噛んでみる。守らないよね。さっきのパターン考えたら守らないと思う。じゃあカミラ行く。カミラ行く。さあ霊能噛めるかな。霊能噛めたら激アツやけど。フレディと今に一番対。うん。さあ深夜4分。あ！爆弾魔。あれ？ん？なん？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 ハリウッドで守って爆弾魔自爆か。これ。おはよう、おはよう、おはよう。あ、やべ。爆弾魔か。カミングアウト。爆弾魔か。おぉ？お？お？やばー、これ自爆絶対したやん。絶対自爆したやん。エネルペとカミラ守った。自爆かな、自爆かな。霊能仮面かったな。うわー、ドンマイすぎ、ドンマイすぎ。あーでも両方釣ればいいんじゃないの。うん、あーに釣ったら占いの真偽もわかるし、占いの真偽わかるし、アーニー釣りでいいっすよ。アーニー釣りじゃね？まあ。延長希望。延長希望。多分そうね。自爆しがちやな、ほんと。自爆しがち。うわぁ。爆弾鏡を自爆しがち。俺はもうペネロペ、うん、ペネロペ新進行しかないんじゃない。進行でいく。とりあえずマリアンヌが、マリアンヌが死んだとしたら、死んだと、死んの可能性考えると、考えると、ペネロペ、ペネロペ釣りがバランス釣りで、バランス釣りになるのかな。なんかすごい長文やな、読めないんやけど。よくわかんない。ペロペロちゃん、ペロ、ペロペロ釣れないかな。
つまり兄で良さそう。アーニーつってペロペロが、ペロペロ新進行で行くのね。アーニー呪狼だったらどうすんの？アーニーが呪い狼だったら守れないよ。だったら守れないよ。誰に爆弾仕掛けたんやろ、マリアンヌは。マリアンヌは一体誰に爆弾。延長希望。アニー視点でマリア氏が確定した時点でアニーの視点を確定するとな、何が。まあまあまあ。どうする？これちょっと無理そうやな。そうやな。フレディも全然喋らんくなっちゃう。多分価値格なんやろ。フレディ的にはもう価値格だから、価格だろうから喋るまでもないみたいな。ロンかフレディ。ああ、もうサンドラだよ。ああ、もうダメだ。ダメだ、これ。どうしよう。どうしようかな。ペロペロ守るだろうから、カミラ噛むのが正解なんかな、今夜。延長希望。延長希望。延長希望。いやーもう勝ち目ないな、これは。さすがに、さすがに勝てんな。何っつっていいっしょ。何つって、でよし、でよし、でよし。これでマリアンヌシーンやったら面白いけど。ここでアーニーかばったらよくないよね。なんで、てかなんでこんなに、なんだろう。マリアンヌが爆殺されて、ペネロペが爆弾魔の可能を追わないん。あまりちょっと喋りすぎるとな、よくないよ、もう。これ以上喋ったらボロ出るで、さっさと話してほしいよ。よろしく。まあちょっとペネロペかカミラをはめたらワンチャンあるって感じやな。で、守られたらもう終わりやな。30秒前。
ペロペロ。みんなペネロペって言わんな。どんなこと言ってる。10秒前。まあ明日カリルドに守られたら投了やな。爆弾は使わない選択できるよ。使わない選択できるよ。できるし、1回しか使えないよ。使えない。いや、自爆したんじゃないの？自爆したんじゃないの？自爆した可能性も。ペロペロ噛むわ。ペロペロ噛めんかったら終わり。いいよ。おお、噛めた。噛めたからワンチャンあるの。ワンチャンあるのか。いや待てよ、サンドラと俺ローラーで終わりじゃないか。フレディが黒の可能性が一番ある。アーニー行く。まあじゃあサンドラ、ションはサンドラはアフレディ。だからまあフレディ、アーニーとの、アーニーとフレディのラインはあまり見えないから、見えないからサンドラになるのかな。フレディス、フレディス、ええマジ。まあまあどっちっても、まあ俺目線は2人ローラーすれば勝ちだけどさ。適当すぎ。まあカミラが消えればいいんじゃない。カミラと絵まで決めればいい。ワイモサンド、サンドラより、サンドラよりフレディの方が、フレディの方が白いと思うけどな。白いと思うけどな。ライン。フレディは思いっきり、エマ目線は、エマすごい主観で喋るな。いいんじゃない。じゃあまあエマとカミラが隠し色だから2人で決めればいい。明日ミスっても大丈夫。ミスっても明日来る。そうフレディそれな。初日からフレディアーニーラインはない。ラインは切れてる。
アンドラ、I love you。 どうすんだろう。ショーンか、俺か。今目線サンドラ強いならショーン釣り。まあ、俺釣っても、もう余裕あるから、いいけど、多分、アーニー、フレディ、ニローはさすがにないと思うからね。さすがに、ないと思うから、ショーン釣ってから、サンドラ釣ればいい。30秒前。これで OK？ さあ、本当に釣られるのか？OK。あれ？何も言わんな。ドン釣り？あら。あら。OK、OK。釣られちゃうなぁ、さすがに。一応、バロタ。ドンちゃう？じゃあ、エマはどこ釣りたいの？フレディ行く。おしおし、いけるかも、いけるかも。フレディ行くのか？オッケー、わかった。オッケー、いいよ。オッケー。30秒前。まあ、そう言うなら、行く。フレディ。入れるね。ラッキー、意外となんとかなるぞ。いけるぞ。日没。よっしゃー。よし。ただここはもうね、どうすればいいんだろうな。カミラカンでもいいし、まあでもエマが30秒カミラカンで守られても最悪いいんだよね。いいんだけど、ただいや違うな、まあ安定やな、安定でエマやな。いやだってエマってサンドラ白く見てるもんね。だから、多分ね、サンドラは釣らないからエマだよ。エマ残しておきたい気持ちはあるけど。あら、やば。まあ、サンドラなんだけど、正直昨日のあれがな、謎すぎた。昨日釣ってほしかった。基本的にエマもフレディ入れて、いやそれ白照明になる、別に普通じゃね。進行の言う通りに投票、もうこれはむちゃくちゃ理論でいくしかないな。しない方が黒いと思うけど。
むちゃくちゃ理論でいくしかない。ゴリ押しで。いや、信仰に従うのが村だと思います。村だと思います。うん。そもそも俺は。エマの謎の城、そうそうそう、まあそれはそう、そうです。エマはサンドラは、エマになぜか白く見られてたけど、狩人だから拳銃だから噛まざるを得ないよね、噛まざるを得ないよね。俺はカミラを騙したら勝ちだからね。サンドラも俺も、なぜか今は、サンドラ、白ロックしてたけど、でだから、フレディ釣るしか仕方なくね。フレディ釣るしか仕方なくない俺目線。仕方なくない俺目線。そう目線。俺は昨日から、フレディの方が白いと思った。フレディとアーニーには、LINE がないことを主張してたけど、エマとカミラがフレディを釣らせたのよ。1分前。カミラは諸門投票、エマがフレディとサンドラが入れ合う。いやいやいや、その投票の話してもさ、うん、投票の話で白取るのは無理がある。これはもうカミラを騙したら勝ちだからね。俺以外のことで、カミラを騙した勝ちだから適当でいいんだよ、これ。それ以外の白要素は、あげた方がいいと思う。サンドラは。こんなね、主張、自己、なんだろう、主観をご利用すれば勝てるから、人のジャッジメントは。主観ご利用して勝てる。10秒前。いや、サンドラは同じ主張しかしてない。俺は昨日からサンドラ釣りをしてる。いけ。カミラ頼む。こんなんね、主観のご利用していいんだよ。これはフレディを白、フレディを白だと主張、だから昨日ね、だから昨日、そもそも、俺が黒だったら、ローラー飲まない言う、昨日の。昨日俺釣った時点で終わりだから。終わりだから。さあ、どうだ。いけてくれ。うわあ、ダメか、惜しい。ダメか、そっか。まあまあ、でも、相当無理ゲーやったからな。相当無理ゲーだった割には、ちょっと頑張れた。
思う。ありがとうございました。ありがとうございました。ジョーン・ジュロー、カミラ・レイのサンドラ・シミン、トーマ・シミン、マリアンヌ爆弾橋でペネロペ・占い師、アーニー・ジン・ロ・フェディ・シミン、エマ・ニチョ。いやー、あー、どんまい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 。まあ、マリアンヌ自爆するよね。マリアンヌ自爆してまで、爆弾使いたい、うん、爆弾使いたい気持ちはめっちゃわかる。赤身楽身だな、うん、俺も、うん、自爆でしょ、自爆でしょ、うん、初めてで当たった。あ、エマに爆弾。エマなんでエマ。なんでエマ。なんでエマ。カミラはサンドラと俺比べて、サンドラのどこに城拾ったの？奴隷の勘なんだよな。いや、1試合長いなぁ。40分とかかかる。サンドラが白いっていうよりも、ショーンの白感じられない。ああ、まあ、それはそう。うん。それはそう。それはそうなのよなぁ。